次女ベルヒカ・ミラバル姉妹は、ドミニカ共和国に生まれ、1950年代に、ラファエル・トロヒーヨの独裁政権に反対した、活動家。反対運動に身を投じたのは主に、長女パトリア・メルセデス・ミラバル、三女、ミネルバ・アルヘンティーナ・ミラバル、四女、アントニア・マリア・テレサ・ミラバルの三人で、次女のベルヒカ・アデラ・デデ・ミラバル・レージスは、反独裁政権運動に、 積極的に関わっていなかった。ミラバル姉妹が最後の10ヶ月間を過ごした家。現在は博物館として整備されているミラバル姉妹の家族や子孫が現在暮らしている家ミラバル姉妹はドミニカの上流層に生まれ文化的に恵まれた環境で育った。長寺では全員が結婚して子供を持った。ミラバル姉妹の父親は成功した事業者であったが、 トルヒーヨ政権下で財産のほとんどを失うこととなり、姉妹はトルヒーヨがドミニカ共和国を経済混乱に陥らせていると考えるようになる。中でもミネルバはおらの影響を強く受け、トルヒーヨの独裁を終わらせることに情熱を燃やすようになり、反トルヒーヨ運動に身を投じた。その後、他の姉妹が彼女の後を追い、6月14日運動。 として知られるハントルヒーヨ政権グループを形成するに至る。グループ内で彼女たちはラス・マリポーサスと呼ばれた。姉妹のうち二人は幾度も投獄され、拷問を受けた。また、三人の夫全員がラ・ビクトリアに収監された。このような運動の交代にも屈せず、姉妹はトルヒーヨの独裁政権と戦い続けた。投獄を何度も続けた後、 トルヒーヨは姉妹を葬り去ることを決定する。1960年11月25日、姉妹が獄中の夫を訪ねた帰り道に、トルヒーヨの怒った一軍の男性が彼女たちを捕らえた。非武装の姉妹は砂糖キビ畑に連れ込まれ、オーダーの後、考察された。その後、彼女たちの乗っていた車は、サンティアゴとプエルトプラタの間にあるラクンブレの山から投げ落とされた。 トルヒーヨは姉妹たちを葬ったことで重大な懸案を取り除いたと考えていた。しかし、三姉妹の殺害は裏目に出た。ミラバル姉妹の死は大衆の大きな怒りを招き、その結果、彼女たちの死の理由についてドミニカ共和国の人々の目を集めることとなったのだ。このような大衆の意識の変化が6ヶ月後のトルヒーヨ暗殺の一つのきっかけになったと。 考えられている。ミラバル姉妹はサルセド近郊のホデアグアの彼女たちが晩年の10ヶ月を過ごした土地に3人共に埋葬されている。また、ミネルバの夫マノロも彼女たちと共にこの地に眠る。この土地には彼女たちの実家が建っており、現在では彼女たちを記念する博物館として一般に公開されている。姉妹の生き残りであったデでは、 博物館のそばに住んだ。デデの息子、ハイメ・ダビド・フェルナンデス・ミラバルは、ドミニカ共和国大統領、レオネル・フェルナンデスの政権一期目に副大統領を務めた。ミネルバの長女ミノータバレス・スミラバルは、1998年から上院議員を務める。1999年12月17日に、国際連合は、国連総会にて、 ミラバル姉妹の暗殺された日である11月25日を女性に対する暴力撤廃の国際デーとして採択した。1995年、ドミニカ系アメリカ人作家のフリア・アルバレスはミラバル姉妹の人生を元とした小説、蝶たちの時代、作品者を発表した。小説は2001年に映画化され、サルマ・ハイク、エドワード・ジェームズ・オルモス、マーク・アンソニー等が出演した。 ありがとうございます。